ャンピオンをやるっていうのはなかなかないシーンだと思うんですけど、はい、しかも地元で皆さんの前で、はい、今日のレースヒート2勝ったっていうのはどんな気分でしたか？まあいつもだったら多分外人が来てるんでね、なかなか勝つことはできないんですけど、まあヒート1はやっぱり本当緊張しました。途中で転んだらどうしようか。でもヒート1で、結構カズマス君に強く当たってて、無理くりいった場面もあって、まあ、カズマス君にブーブー言われたんですけど、それが逆に僕の心に火をつけてくれて、次は絶対ぶち切ってやるぞっていう気持ちになって、走れました。で、まあ、地元なんでね、すごいファンの人も本当どこ行っても声援あって、引き抜くことができないコースだったんで、すごいみんなと一緒に走れたレースだと思います。